まず慌てないっていうことが大事なのと、一人称で悩まない、なんで自分はこの病気を治したいのか。皆さんこんばんは、三浦クリニック院長の三浦直樹です。今日もよろしくお願いいたします。今日もですね、やはりこううちのクリニックはすごくがんの方が多くてですね、がん患者さんのカウンセリングを受けることがすごく多いんですけど、がんって言われるとテレビとかドラマで見たようにがんイコール死ですよみたいな感じですごく落ち込んでしまうんですね。でもがんって思ってるより長丁場で、うちのクリニックでもがんの方毎月150人から200人ぐらい来られるんじゃないかなと思うんですけど、もう何年も通われてる方も多いので、まず慌てないっていうことが大事なのと、一人称で悩まないっていう話を今日も何人かの方にさせていただきましたね。私ってどうしてこうなんだろうとか、一人称で考えちゃうとすごくなんか深刻でシリアスで本当にドラマみたいな感じになっちゃうんですけども、私は客観的に二人称で考えてくださいっていうお話をねよくします。もう一人の自分、潜在意識的な自分をイメージしていただいて、そのもう一人の自分にインタビューするような感じ。あなたどうしたいのとか、これからどうなりたいのとか、この病気治して何したいの、何のために治すのってこう自分にインタビューしていくような感じで聞いてあげると、割と客観的にいい答えが出ることが多いような気がします。病気になった方はね、結構過去のこれが悪かったんじゃないかなとか、こういう考え方が悪かったんじゃないかなって自分を責めちゃう方いるんですけど、そのもう一人の自分がですね、過去のこと考え出したらもう終わってるからって、こうあたかも漫才をしているようにツッコミを入れる。未来の不安なことを考えたら、それ考えてもしょうがないよって、なったらなったで考えたらいいよ、なったらなったでなんとかなるしって、そういうふうにですね、自分に語りかけてツッコミを入れるような感じで、じゃあ何すればいいのっていう感じでもう一回自分に問いかけ直す。なんで自分はこの病気を治したいのかっていうのと、何をすれば治ると思うっていうようなことを自分に問いかけてですね、それに対する対策をできることをね、淡々とやっていただく。やり方はね、僕は自然療法だけが一番いいとは思ってないし、必要な時は西洋医薬もやればいいと思ってますし、まあ一番いいのは療法をね組み合わせながらできて、西洋医薬の抗がん剤とかお薬を飲むんだったら自然療法のデトックスを図れるような食材をしっかりとっていただいて、しっかりデトックスしていただくっていうことを考えていただければいいんじゃないかなと思いますね。個人個人でね、食べた方がいい食材、食べない方がいい食材、病気とか個人の体質によって変わるので、もし必要があればね、クリニックにお問い合わせください。遠方の方は電話相談もお受けしております。またね、こういう話どんどんしていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントの方、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。